はい、今週のタイガース雨で、月火水と中止でしたけど、木曜から日曜日まで4試合、3勝1敗と、まあ、数字だけ見ればすごく勝ち越し良かったんですけど、まあ、ファンの方から見れば、まあ、4連勝できたかなというふうな1週間になりました。まず2試合雨で流しての巨人戦、まあ、結果的には2対1で勝利したゲームですけど、まあ、これまでちょっと苦手にしてたジャイアンツのメルセデスを攻略したとは言い難いけど、まあまあ黒星をつけれたということで、まあ良かったかなというふうには思いますね。田中さん、あのメルセデス投手が合計114球投げてるんですけど、はいはいはい、でそのうちに、対左バッターに対して73球投じてて55球がアウトコースなんです。もともとメルセデスっていうピッチャーは、はい、全部その俗に言うマッスラー系というのかな、はい、カット系のボールがもう彼の、メルセデスの持ち味なんで、ちょっとなかなか、左のインコースには投げにくい、はい、だから結構よく左対左は古いって言うんやけど、はい、逆に左対左の方があまりインコースに入ってこないんで、右の方がカット系が来るんでね、はい、待っててもなかなかそれをうまく打てるようなボールじゃないんで、結構左を使うことが、まあ、多い投手でもあるよね。逆に右バッターの時は41球投げてるんですけど、アウトコースが26球と、割合で 23% がアウトコース気味。まあまあ46やから半々ぐらいの感じで、まあ大体普通ピッチャーってのはそんなもんになるんやけどね、はいはい、だから右の方が、右打者の方が多分どちらかというと嫌にしてるピッチャーと思うんですよ。だから左の方が、これは左対左が不利ということではなくて、左対左の方が結果別にして組みやすいという、うん、そういうピッチャーと思いますね。そういう時ってこう具体的にどんな指示を出したりするんですか？だからもちろん今の配球にもあったように、基本的にインコースが少ないんだから、もうそのたまに来るインコースに反応せずにね、思い切って真ん中から外のボールを踏み込んで打ちに行くということだよね、はい、やりバッターはね。その前の試合でやっぱり雨天中止ということが、うん、まあ、あるじゃないですか、うん、で雨天中止だった場合ってこうモチベーションとか調整とかってどうされてるのかなって気になるんですけど。まあね、連勝中とか連敗中とか調子がいい人悪い人いるけど、まあ、タイガースの場合はそのマツダスタジアムに行ってね、金曜日1個引き分け挟んで、まあ、2つ土日と勝てたんでね、はい、そういう意味では雨をうまいことこう味方につけたというかね、流れ変えたっていうふうには取れるんちゃうかな。またこの3日間というのはちょっと長すぎたよね。そうですね、まあ、しかも月曜日は松田の予備日が入ってたんで、まあ、中止になったということで向こうで練習して、月曜日のうちに帰ってこれたんでね、まあ、まあ久々に帰ってこれたっていうのはあったと思うけど、まあ、火水と中止になって、まあ、ちょっとこの室内練習場ではあるけどね、落ち着いて、まあ、練習できたんかなというふうなね感じはしますけどね。でそれで巨人でこうに対して勝てて、うん、でまあ、DeNA 戦ということになってるんですけど、 DeNA 戦はどう映ってます？これなんかもう本当に天を味方にしたっていうの、はい、あと30分ね、雨が早く降ってたら、ね、雨で、こう中止になったような展開だと思うけど、まあ、その辺ね、もう、ま、なんかこう約束してたみたいに、はい、5回裏の途中に雨が降ってきて、はい、ゲームセットみたいな、まあ、両軍ともね、先頭打者ホームランが出るなんていうのも珍しいし、そうですよね、また大山がね、はい、まあ、初回にまたホームラン打ったり、まあ、その3番、4番、5番にちょっと当たりが出てきたというので、またその青柳がね、ちょっと下抜かれるんだ中ね、投げにくい中、最後踏ん張った、特に昨年ちょっと勝てへん時っていうのは、スライダーが抜けたボールをね、結構長打されたんだけど、はい、まあ、ロペス、外というね、非常に怖い右打者に対してスライダーをすごくやっぱいいところにコントロールできたっていうのが、まあ、この時の勝因ちゃうかなと思うね、うん、まあ、でも勝因は天候かな。天候ですか？天候もあるね。観客が入ったじゃないですか、うん、甲子園に、うん、あれはやっぱりこうやっぱりモチベーションぐっと上がるんかなっていうのが映るんですけど、どうですか？アルプススタンドにはね、客さんが入ってないけど、5000人っていうけど結構バラバラに座ってもらったら、意外となんかこれで5000人と思うぐらいの、はい、なんかファンの方の数やったんでね、いい意味の緊張感と、なんか心地よいなんかその雰囲気っていうのを、まあ、画面通してでもそうやけど、まあ、拍手で応援するみたいな、いつもみたいにヤジもね
多少しかなかったと思うし、だからそういう面でなんかすごく選手もいい意味の緊張感があったと思うしね、あのすごく大きな声で声援できない分ね、なんか皆さんの両軍ともね、ファンの皆さんのなんかこう心の中の叫びがね、なんかこう聞こえるような、なんかすごくええ雰囲気だったんちゃうかと思うね。そうですよね、なんか本当にお客さんがいっぱいいるような感じで、そうそうそう、ね、5000人よりももっと入ってるんじゃないかなと思うような、ね、はい、球場の雰囲気だったね。ただ、ね、心配な内容、まあまあ、マルテが、怪我で抹消になってね、また、この日っていうのは、まあ、リードしてて、まあ、8回スワレス、9回フジカというところで、まあ、スワレスが入って、まあ、9回が3点取られてね、ちょっとあの時の藤川の表情を 見るとね、もちろんその打たれた悔しさとか、まあ、みんなに対する申し訳ないっていう風な もちろん気持ちもあったと思うんだけど、なんかこう自分の投げてるボールになんとかいかないという風なね、あの球児のああいう表情を見るのもなかなかないんでね、まあ、ずっとやっぱりこのタイガースでね、まあ、メジャーに行きはしたけどやってきた人間だし、まあリリーフ陣、まあ、投手陣、また外国人選手とのコミュニケーションというのもね、非常に図ってくれてチームにとってありがたい存在なんで、まあ、翌日にね、抹消したんやけど、あの抹消っていうのはおそらく矢野監督と話し合ってね、本人からおそらくファームに行ってもう一回やってくるっていうようなことだったと思うので、はい、まあ、コメントにもチームに迷惑をかけるっていうようなこと書いてあったけど、まあまあ非常に責任感が強い人間なんでね、まあ、もう一度どういう調整するのか知らないんだけど、まあ、故障じゃなかったらね、必ずまたもう一度状態を上げて帰ってきてくれると思うしね、まあ、故障じゃないことを願うしかないわね。逆にこう藤川選手の穴を埋める、だからね、昨日の試合見てもそうやけど、まあ、9回、昨日はスワレスが行ったけど、まあ、今まで7回、岩崎、8回、スワレス、9回、球児やったけど、まあ、それを昨日見てたら9回、スワレスやったら、8回、岩崎になると思うしね、まあ、7回、誰が行くんかっていうことになると思うんやけど、まあ、ファームから誰か状態のいい選手を上げるか、まあ、もしくは、最近の登板見てると、一番調子がいいのは馬場やな。馬場投手。ちょっと今年は投球スタイルを変えて、やっぱり低めに集めると、ま、低めに、うまくその変化球を集めるっていうところで、まあ、好投してるわね。ただまあ、7回というのはラッキーセブンっていうふうにね、非常に試合の流れが変わりやすい回でもあるんで、まあ、この辺誰にするのかなっていうのもちょっと注目やね、これからな。片岡さんがキーマン投げられてた近本選手、うん、どうですか、今。近本悪いね。悪い。土曜日が5択やったっけ、はい、で日曜日が4択やったっけ、サルのライトフライでもあれ入ったかなと思って、もう飛び出し方やったけど、はい、まあ、ちょっと先やって、ちょっと気になったのは日曜日のね6敗かな、両軍無得点で、まあ DeNA の平っていうのもね非常に防御率も良くて、見てたら球も消えてたしね、はい、変化球も良かったんだけど、ほぼフォアボール出さないピッチャーが3ボールになったんだよね。大体その球場の雰囲気とかで、あ、これ近本が出たら点入るなっていう風な、大体そういう風 なんか雰囲気だったね。で、スリーボールからポンとストライク取られて、スリーボールワンストライクで、まあ打って出て、ショートフライに倒れてんだけど、別にまあ打つことが悪いとは言わへんけど、あの辺の近本の今の調子やね、あの時近本に求めるのはルーに出てほしいことやね、はい、もちろんそのヒットで出てくれるのが一番ええねんけどね、今の近本の状態だったらやっぱりそのちょっとこう、あ、ここで、あ、ここで打って出るぐらいのね、まだ今状態じゃないと思うね、まあ、それいい例が次の糸原、はい、同じスリーボールからポンとストライク取られて、もう一球ストライク見逃して、ファールで粘ってフォアボールと、で糸原の内野ゴロの間に二塁行って大山のタイム言うんだけど、それはなんか消極的なことじゃなくて、あそこはやっぱり1球待つぐらいの余裕があってもよかったかなと思うね、はい、まあ、次の打席も3球3振だと思うんやけど、まあ、ちょっとそのね、マツダスタジアムでいい形でポポンって出たんでね、まあ、乗っていくかなと思ったけど、なかなか乗ってこれない、はい、ちょっと昨日の内容見ててもね、もちろんその打って出るっていうのが近本のスタイルなんやけど、まあ、課題としては出塁率というところでね、ああいうところで3ボール2ストライクになってもね、そこから勝負できるというふうなぐらいの打者になってほしいし、
あそこはその、もう1球待ってもね、そう変わらへんかったと思うね。もちろん結果論というところもあるけどね。そうやって近本が粘ったりして、あそこでフォアボールの取れるような選手になればね、まあ、5打数のヒット、4打数のヒットっていう中で、やっぱフォアボール1個1個取ったらね、はい、打数が減ってくるのよ。そう、そしたらやっぱり打率も上がりやすくなるし、まあ、その辺これから近本の課題かなと思うね。逆にもう大山選手が絶好調じゃないですか。ああ、絶好調やな。ああ、ほんと絶好調。どうしたんかと思うぐらい、ガーッと来てますけど。もちろんその昨日もね、初回、1打席のセンター前で、タイムのレフト前で、最後のライト戦見事やで、打ち分けて、はい、構えもちょっと去年よりも少し状態がしっかり立ってるというのかな、はい、その分軸で回りやすいっていうのもあると思うけど、一番思うのはこの足上げてこう 1,2 ノーが長なったよね。この忙しく見える場合はこの足上げてから早く、左の足をついてしまうんで忙しく見えるんやけど、今も足上げてピッチャーが投げるまで足上げて見てるような感じがあるんでね、脳が長いんでまたすごく左足の踏み込みが優しいんでね、ボール追っかけへんよね。だから見てても多分ね、俺たちが見ててもあこれ甘いボールみたいな打つなっていう風な全部タイミングに見えるんやから、向こうの、バッテリーはものすごく怖いと思うんだよ。だその打ったところばっかりね注目されてるけど、昨日2打席目にインサイド見逃し三振してるんやけど、はい、あれなんていうのはもうなんていうのかな、貫禄のなんかちょっと調子がいいからできる見逃し三振っていうのかな。へえ。おそらくもう昨日の平見てても、はい、8割方はもうアウトコースのまっすぐとスライダー系のボールやね。たまに進化系があるんやけど、あそこのインコースまっすぐなんておそらく本当確率にしたら1割なんでね、あそこを追わずに大体外のまっすぐスライダー をやっぱり意識してたっていうところで、まあランナーもいなかったっていうのもあるしね、あの辺のなんかこう見逃しっていうのはランナーがいなくて次の打席はやっぱあのボール打ったわけやん、進化系のボールね。はいはい、そうですね。あれが4打席あるレギュラーの駆け引きと思う。だそういうことがなんかこう出来出す、まあ、最後のそのまたインサイドをそのタイムで打ったら最後はね、ちょっとこう粘りながらも最後のあのアウトコースギリギリのボールやね、はい、あれをもうライト線にタイムリー、まあ、今なんかどこ投げられてもどこのボール来ても打てるような気がするんちゃう、うん、それぐらい調子がいいってことですね。いいね今 ね。だから大山も今は状態がいいんやから、状態がいいからこそね、こういう時って多少のボールでも出てしまうのよ。だそういうところからバッティング、崩れてしまうんで、だいたいいいバッティングは3週間なのよ。3週間3週間ぐらいしか状態がいい時持たへんから、はい、その波をやっぱ小さくしなきゃいけないんで、そうやってバッティング崩さずにね、もうこれから大山も怖いから、そういう風な臭いとこキャッチャーも要求してくると思うんでね、そこを追っかけへんかったら、また次の部分も怖いからね、ある程度そのフォアボール出したくないという気持ちもあるんで、この今4番5番が非常にねちょっと状態が上がってきてるんで、まあこれからも大山期待できるんちゃう。ただなんか昨日の試合でもこの8回の大チャンスの場面で大山選手盗塁したじゃないですか。あれはバッター福留やから、はい、あそこはどうなのかなと思うんですけど、まあ、代打福留出していくらパットのモーションが大きいからといってね、あれベンチからサインはなかなか出てないと思うんやけど、まあ、単独で行くね気持ちってのは大事やけど、まあ、でもあそこっていうのはもう 150% アウトになっちゃいけない。そうです、ね、行く姿勢とかもちろん大山が乗ってるっていう気持ちは大切やけど、プロとしてあの場面ではあの福留の勝負だからね、はい、行く気持ちは分かる、行きたい気持ちは分かるけど絶対アウトになっちゃいけない場面、ただやっぱああいう風な隙あれば行くという風な気持ちだけはね、持っていったらいいと思いますね。続いてもう明日からの戦いに向けて、いやもう状態がいいんでね、あと一つ、土曜日ね、よくセンターに節目止めに入った上田海がねちょっとこうミスして点が入ってしまったんだけど、まあ、上田海はもともと矢野選手なんだけど、非常に足が速いんでね、外野練習もたまにして試合にも出てるんやけど、まあ、あれは非常に甲子園の芝生ね、水に濡れて、あのゴロはねスネークって言って蛇のような動きをするんやけど、やっぱりホームグラウンドであるしね、やっぱそれはやっぱりあのぐらいは確実にさばけるように、だからしっかり練習しなきゃいけないし、まあ、毎日毎日ゲームがあるんやからね、下向くことなくね、
これからもああいう場面で上田行けって行きますっていうぐらいの気持ちを持ってね、毎日毎日取り組んでほしいと思うね。まあ、今週は、まあ状態のいい、首位の、ね、ヤクルトと、ドラゴンズなんで、また甲子園でね6連戦ありますんで、まあ、ちょっと天候がね、まあ、不安で、あの先発ローテーションがねちょっと変わったりして、まあ、大変やけど、まあ、今のタイガースの状態、ピッチャーの状態もだいぶ上がってきたしね、まあ、4番5番が調子いいんで、その 1,2,3 番に誰並べるか、ちょっと近本がね状態悪いし、この月曜日挟んでね、ちょっとこう、まあ一度ちょっと間を置くのも一つの手かなと思うんでね、この 1,2,3 番というのをどういう並びにするのかっていうのもまあまあ、興味あるしね。まあとにかくちょっとチーム状態かなり上向いてきたんで、6試合あるんだったら4勝2敗ぐらいで今週いけるぐらいの今の勢いあるんちゃうかなと思いますね、はい。